新潟県長岡市、柏崎市、刈羽村に大雨警報が発表されました。長岡市と柏崎市、刈羽村に大雨警報です。現在の雨雲の様子を見ていきますと、活発な雨雲のかかりやすい状況となっております。黄色く映るようなエコーが見られますが、この下では新潟県内広く雨が降っており、一部あられのご報告、そして強い雨のご報告もいただいているような状況です。この後もこの雨の降りやすい空続いていきそうですね。詳しく確認していきましょう。今後の降水の予想をご覧いただきます。次々に雨雲が流れ込みやすく、一部雪が予想されております。引き続き強まる雨や雪にお気をつけください。新潟県に発表された大雨警報についてお伝えしていきました。